AV セレクターとは複数の映像機器や音響機器などの信号を一つのテレビやプロジェクターに出力する場合に使用する周辺機器である。方式として大きくアクティブ方式とパッシブ方式の二つに区分される。ビデオデッキ DVD プレイヤーゲーム機と複数の AV 機器を一台のテレビにつなげようとするときにテレビの入力端子が足りない場合、 各機器を使用するたびにケーブルを抜いて差し替えないといけない。手間がかかる上、抜き差しを繰り返すうちに端子を破損させる可能性がある。AV セレクターを使うと使いたい機器に合わせてスイッチで切り替えるだけで済む。なお、一つの機器の信号を複数のモニターにマトリックスで出力するものは AV 分配器といい、HDMI 分配器やコンポジット分配器。 果ては一部のアクティブ方式の AV セレクターなどがある。HDMI、D 端子、S 端子、コンポジット端子、音声端子、光デジタル端子などのセレクターがある。最近では HDMI 端子付き BD レコーダー、ゲーム機などが増えてきており、2006年にベイヘビームーンから HDMI セレクターが発売され、その後ソニーなどの多くのメーカーも発売した。基本的には、 入力端子が複数で出力端子が一つのものを指してきたが近年特に HDMI セレクターには出力端子が複数あり2台以上のモニタに出力できるものもあるその場合個別に任意の HDMI 信号を切り替えて出力するタイプや2台以上のモニタに同時出力できる分配器の機能を備えたタイプその両方ができるタイプなど様々なものがある RCA 端子のみの機種は1000円を切ることもあり、ホームセンターやスーパーマーケットの家電売り場などで販売されることも多い。S 端子や D 端子が付いている機種は RCA 端子のみの機種に比べて高く、HDMI 端子が付いた機種は S 端子や D 端子搭載の機種より高くなる。HDMI セレクターは発売初期は高価だったが、2012年現在は、 一から三千円程度に低価格化している。ありがとうございます。